フランク・ヴィンセント・ザッパはアメリカ合衆国のシンガーソングライター、マルチプレイヤー、作曲家、バンドマスター。フランク・ザッパは生涯を通じてアメリカ政府、キリスト教右派、検閲、音楽産業などの批判を通してアメリカという国家の問題点を厳しく指摘し続けたミュージシャンである。52年の人生で非常に旺盛な活動を展開し多彩なバンド形態で ツアーもこなしながら60枚以上のアルバムを発表した。またその複雑かつポップな音楽性の作曲家としてのみならず独特なフレージングやスケールを多用するスタイルのギタリストとしても高評価を受けている。宗教は青年期までカトリック、後に無宗教。支持政党は民主党。大統領選挙出馬が実現した場合は民主党。 もしくは独立系無所属での立候補もあり得た。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第45位。2011年の改訂版では、第22位。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第71位。リトルフィー・トのローエル・ジョージ、ジョージ・デューク、テリー・ボジオ、エディ・ジョブソン。 エイドリアン・ブリュー、ビニー・カリウタ、デュラン・デュランのオーレン・ククルロ、スティーブ・バイ、マイク・ケネリー、チャド・ワッカーマンたを輩出したバンドのリーダー。妻・ゲイルとの間に、ムーン・ザッパ、ドゥイジル・ザッパ、アーメット・ザッパ、ディー・バシン・マフィン・ピジーン・ザッパの次男事情を設けており、いずれもアーティスト、俳優、ミュージシャン、作家など多彩な活動を行っている。なお、子供たちは、 ザッパバンドとの共演経験がある。息子のディイージル・ザッパは80年代にテクニカルなロックギタリストとして登場し、21世紀には父のレパートリーを再演するプロジェクト、ザッパ・プレイズ・ザッパを主催している。小惑星ザッポ・フランクはフランク・ザッパの名前にちなんで命名された。1940年12月21日、フランク・ヴィンセント・ザッパは メリーランド州ボルチモアで生まれた。彼の祖先は、シチリア島、イタリア、ギリシャ、アラブ、フランス、アイルランド、そしてドイツと様々な土地の混合であった。1951年1月に、一家はフランクの全速療養のため、カリフォルニア州のサンフランシスコから100マイル南のモンタレーに転居した。一家はその後もポーモーナエルカホント転居を重ね、 1950年代初めにサンディエゴに移り住んだ。1955年には再びランカスターに転居した。15歳の時までにフランクは6つの異なる高校に通った。12歳でドラムスを始め、17歳でギターに転校。本人曰く、クラレンス・ゲートマウス・ブラウンやジョニー・ギター、ワトソン、ギター・スリムなどに影響を受ける。 自らのバンド活動を始めたのもこの頃である。フランクの父親フランシスは、シチリア島出身の科学者及び数学者で、エドワーズ空軍基地の近くにある、連邦政府科学船研究施設に勤務した。一家はこの空軍基地の近くに暮らしたため、事故に備えて家庭には、防毒マスクが常備されていた。高校を卒業したフランクは、いくつかの会社勤めをしながら地元産、 バナディーノのクラブに出演し、キャリアを積んだ。1959年には、彼の英語教師ドンセルベリスが脚本を書いた、西部劇映画、ランホームスローの映画音楽を担当し、19歳にして、現代を音楽作曲家としてのキャリアをスタートさせた。1963年には、ポール・バフが、自主設立しながら資金難で手放した、パルレコーディングスタジオを買い取り、 スタジオ Z と名付けている。なおこの時期に、フランクは、地元刑事のおとり捜査に引っかかって、ポルノテープを作成し、サンバナディの刑務所で10日間の交流刑に、服している。1964年、ザッパは、レイコリンズがリーダーを務め、すでに、ジミー・カール・ブラックが在籍していた、バンド、ザ・ソウル・ジャイアンツに加入する。このバンドが後述するマザーズの前身となった。 1965年、MGM レコードと契約したバンドは、ザ・マザーズ・オブ・インベンションと名前を変え、翌1966年にデビューアルバム、フリーク・アウトをリリースする。当時としては、異例の2枚組にして、初のコンセプトアルバムであった。マザーズの音楽性は、いわゆるルーツミュージックに現代音楽の要素を加えた、今日でいうミクスチャーミュージックの先駆的なものと言える。 ソウルジャイアンツ時代からのトラディショナルな素地を持ったメンバーにアートトリップやバンクガードナーのようなオーケストラ出身者やドンプレストンのようなセッションマン、イアン・アンダーウッドのようなジャズやクラシックの素養豊かなインテリと様々なバックグラウンドのミュージシャンを集めたバンドはザッパのワンマンバンドというよりはメンバーそれぞれの特色を生かした音楽性を志行していた。他方、 ランピーグレイビではオーケストラと共演し、アンクルミートでは純粋内学的なアプローチを多用。さらにはこの時点でスタジオ録音とライブ録音をテープ編集でミックスする手法を多用するなど技法の斬新さも特筆すべきものがある。一方では自身のルーツであるドゥーアップをベースとしたルーツミュージックの作品を編名で発表しており、コンサートのレパートリーに ルイル・イなどのトラディショナルなナンバーを加えていたなど、自身の音楽性の日本やりはきっちりと守られている。同時期のソロ作品においては、バンド形態と別種の方向性を打ち出し、具体を音楽とジャズロックに、ポピュラー音楽的解釈をいち早く導入した。アメリカでは、ヒットアルバムがなかなか出なかったが、ホットラッツはイギリスのヒットチャートで長らく上位を占め、 1969年にはメロディーメーカー誌のアルバムオブザイヤーにおいてベストアルバム賞に輝いている。初期マザーズは1969年まで活動を継続し7枚のアルバムを発表した。さらにザッパはこれと並行してランピーグレービー、ホットラッツの2作のソロを発表するなど、この頃からすでにザッパの多作ぶりは群を抜いていた。 自らの音楽活動に従事する傍ら、ザッパはプロデュース業にも力を注いだ。高校からの友人である、キャプテン・ビーフ・ハートのアルバム、トラウト・マスク・レプリカは、ザッパのプロデュース作の中でも代表作に数えられている。当初ザッパは、MGM レーベルに所属していたが、ベルベット・アンダーグラウンドと同様、十分なプロモーションを受けられず不遇だった。やがて彼は、ストレート、 ディスクリートなどのインディーズレーベルを設立する。これらのレーベルからアルバムを発表したロックミュージシャンには、キャプテン・ビーフ・ハート、アリス・クーパー、ティーム・バックリー、ザ・ g t オーズ、テッド・ニュージェントアンボイ・デュークスなどがいた。ザッパは後に、バーキング・パンプキンや、ビザールなどのインディーズレーベルを立ち上げている。オリジナルのマザーズ・オブ・インベンションは、 ホットラッツ後に解散したが、1970年代のザッパーはますますジャンルの多様化を加速させ、強烈な独創性に裏打ちされた質の高いアルバムを次々に発表する。ボーカルオリエンテッドなロック、ジャズロック、ブラックミュージック、ジャズフュージョン、パンク、ニューウェーブ、ファンク、レゲート、70年代の音楽性は幾度も変遷を繰り返した。まず70年代のザッパーは、 チャンガの復讐で幕を開ける。オリジナルマザーズが解散した後、元タートルズのフローエディを加えたシン、マザーズは後日の事件まで存続し、60年代よりは、ややポップな歌物に傾斜したアプローチを見せている。20分を超える大曲り、ビリー・ザ・マウンテンを収録した、ジャスト・アナザー・バンド・フロム・エル・エは、ミュージカル的な掛け合いを、サウンドの一部として聴かせており、 当時の夫人による一つの音楽的成果といえる。同時期には並行して映画音楽に着手、リンゴスターが雑把役をこなした映画のサウンドトラック200モーテルズを発表している。1971年12月、モントルーのカジノでライブを行っていた際、観客の一人が会場の天井に向けてフレアガンを発射して火災事故が起こり、 ザッパとマザーズはその機材すべてを失った。会場で惨劇を体験し、グランドホテルからレマン湖の対岸に浮かぶ煙を見ていたディープパープルの代表曲、スモーク、オンザウォーターにこのエピソードが引用されている。ショーが始まって1時間過ぎた頃に、フレアガンを持った憩れた野郎が天井に向かって銃を発射。天井は竹でできていたので火はあっという間に広がり、 十数時間以上燃え続けたが、クロードのブスの必死の誘導で負傷者は出なかった。1971年、モントルーでのライブ時の火災の直後、マザーズのロンドンでの公演中に、聴衆の一人がザッパをステージから突き落とすという事件が起こった。全身に複雑骨折を負い、生命すら危ぶまれたザッパだったが、ツアーに出ることもままならないその静養期間中にザッパは、 ビッグバンドスタイルによるジャズロックのスタジオ録音に没頭する。その成果は、翌人立て続けに発表されたビッグバンド形式のアルバム、和歌、ジャワカ、グランドワズとして結実した。ただし、この西洋期間中にザッパは当然バンドを維持することができず、マザーズは再び解散の受き目に遭う。これ以降ザッパは、自らのソロ名義でアルバムを発表するとともに、 ザッパ本人もこの程度のスペックでは自分のオーディションにさえ合格できないと述べたほどの厳格なオーディションにより非常に高い演奏技術を持ったミュージシャンを集めるようになり期せずしてザッパスクールが形成されることとなった。またこの時の骨折の具合によって自身の性質が変化したことも自伝で復帰しておりこれも含めてこのアクシデントは 怪我の巧妙とも言うべき結果を導いている。その後もアルバムリリースの勢いは衰えを見せず、ジャズロック路線とブラックミュージックへの系統をミックスしたオーバーナイトセンセーション、アポストロフィ、高度な演奏テクニックに裏打ちされたインカローズなどを収録したワンサイズ、フィッツオールなどのアルバムが続々とリリースされた。この時期のザッパはジャン・リュック・ポンティ、ジョージ・デューク、 ラルフ・ハンフリー、エインズ・レイ・ダンバー、チェスター・トンプソン、ブルース・ファウラー、トム・ファウラー、ナポレオン・マーフィ・ブロック、ルース・アンダーウッドなどの早々たる実力派ミュージシャンに支えられた。上記のメンバー構成は1975から1976年まで、続き、名優キャプテン・ビーフ・ハートとの連名作品、ボンゴ・フューリーからは、チェスターに代わりテリー・ボジオが参加。 この辺りはメンバーの流動が激しく、トム、ブルース、ジョージがザッパの元を去り、ザッパはボジオとの共同作業に、ナポレオン、ロイ・エストラーダを含む多数のメンバーを断片的に関与させ、ずーっとアリワーズを仕上げる。この頃に、トムに代わりパトリック・オハーン、キーボーディスト、ケンバイオーリニストのエディ・ジョブソンが参加する。また、同年十二月には、後のメインメンバーの一人、 レイ・ホワイト、ブレッカー・ブラザーズをはじめ大勢の法音隊が参加した、ザッパ・イン・ニューヨークのソースとなる、ニューヨーク・パラディアム・シアターでのコンサートを行っている。また、多作なザッパに珍しく、ずーっとアリュアーズから、ザッパ・イン・ニューヨークまで2年のブランクがあったのは、口実の通り、レザーをめぐる紛糾が起こったためである。この騒動の間に、エディ、ルース、レイラがバンドを離れ、ザッパは、 ワーナーとの契約消化のために、スタジオタン、スリープダート、オーケストラルフェイバリッツを発売し、ワーナーと契約を終える。同時期、ザッパは自身のレベルを設立し、シークやブーティー、ジョーのガレージを発表。エイドリアン・ブリュー、ピーター・ウルフ、アイク・ウィリスをはじめ、ビニー・カリウタ、ウォーレン・ククルロ、アーサー・バローが、この時期続々と参加している。 リリース当時没興していたパンクニューウェーブに近い音楽性を示したシークヤブーティ、バイオニックファンクと本人が述べたファンキーな側面を打ち出しつつ、レゲエ的単調や変描し、ポリリズムをふんだんに多用した近未来的ロックオペラ、ジョーのガレージはザッパの80年代以降の音楽性を予期させるものであり、今日ではザッパの代表作の感もある。 だがバンドをめぐるいざこざは再び起こり、ザッパの新作は再び2年空いた1981年のティンゼルタウン・リベリオンまで待たねばならない。1981年にリリースされたティンゼルタウン・リベリオンは、ザッパが同年設立したレーベル、バーキング・パンプキン・レコーズからの最初のリリースとなった。それまでは、財布係だったスティーブ・ワイが成人となったのを機に、 実質的なライブデビューを果たした作としても知られる。これ以降、ザッパは毎年のツアー録音を中心とした膨大な量の音源を再編集して作品化する手法にさらに磨きをかけ、ネオ平均2から3作という旺盛なアルバムリリースを継続していった。同年、ライブ演奏からギターソロのみを集めた黙ってギターを弾いてくれが生み出された。 本作は多彩な時代の音源をソースとするギターソロアルバムであるが実質的にはビニーカルータとザッパの二人が生み出す超絶的なポリリズムを鑑賞するための作品と言って良いだろう。ちなみにスティーブ・バイは本作で聴かれるギターソロを正確に採布するという仕事を任されエフェクターやノイズまでを採布しきったこの難業は最終的にザ ブランクザッパギターブックとして出版された。1982年リリースのたどり着くのが遅すぎて溺れる魔女を救えなかった船から正式にチャド・ワッカーマンが加入、同時にスコット・ジュニスが参加する。この二人はザッパのキャリアの終点近くまで彼のバンドのボトムを支えることとなった。1983年から1984年には ザッパのキャリア上重要な転換点となる二つの作品がリリースされる。ロンドンシンフォニーオーケストラボリューム I 及びザ・パーフェクト・ストレンジャーである。前者はザッパにとって初のフルオーケストラによる自作録音であり、かつ本格的なデジタルレコーディングを駆使した作品であった。指揮者としてケント・ナガノを迎えている。後者に至ってはピエール・ブルーズ指揮。 アンサンブルアンテルコンタンポラン演奏という組み合わせで、ザッパと現代音楽の接点の中でも最大のものと言える。ただし、本作においてはむしろ、初めてシンクラビアによる演奏が収録されたアルバムであるという意義が大きく、収録曲の半数以上がシンクラビアによるものである。ザッパのアルバムは、これ以降ツアーの録音編集とシンクラビア演奏の ハイブリッドという形態を取ることが多くなる。そのハイライトがギターソロ曲ストリートイ、e、ーシングを除く全曲がシンクラビアによるアルバムジャズフロムヘルである。その革新性から本作はグラミー賞のベストインストゥルメンタルパフォーマンス部門を受賞した。1985年9月アメリカ上院議会において開かれた公聴会は後に アメリカ合衆国副大統領になるアルゴア夫人のティッパー・ゴアがプリンスのダーリン日記を自身の子供が聞いているのを目撃してショックを受けたのをきっかけに作られた検閲委員会が開催を推進したものであった。この意見交聴会にザッパが反対側の参考人として招かれ委員の前で導入前の制度を批判した。この時ザッパはティッパー・ゴアを 文化テロリストと非難している。後にザッパは、この公聴会のやりとりの音声記録をサンプリングしたポルノ・ウォーズを作曲し、これを収録したアルバム Meets the Mothers of Prevention を緊急発表することで、この問題をより幅広く世間に問うた。このアルバムのジャケットは、ペアレンタルアドバイザリーエクスプリシットリリックスステッカーのパロディーになっている。 全米を中心としたツアーは毎年行われていたが、1984年、ザッパはライブでやれることはすべてやり尽くしたことを理由にツアーからの引退を表明し、1986年からは旧作のデジタルリマスタリングに着手した。その他に、オールドマスターズボックスや You Can't Do That On Stage Anymore シリーズなどの旧作発掘。 編集音源リリースもスタートされている。この時期には、シングフィッシュや、フランチェスコ・ザッパーなど、物議を醸すような実験作がリリースされている。前者は3枚組ロックオペラだが、起発曲をも、強引にアレンジして収録され、上のガレージ以上に喋りに力点が置かれたものであり、後者は18世紀の作曲家、フランチェスコ・ザッパーの作品を、シンクラビア演奏したものである。 1988年民主党支持者であったザ・パは大統領選立候補を検討するがこれは最終的に実現せず選挙活動の大対案として大規模なワールドツアーを企画する。このツアーでは総勢13名のミュージシャンが動員された。1984年時点のメンバーを中心にブルース・ファウラーなどのかつてのメンツの再加入も果たされた。 全くの無名だったマイク・ケネリーはこのバンド結成時のオーディションで見出され、スティーブ・バイの後継となるスタントギタリストとしてツアー全日程に同行した。このツアーは6ヶ月間で企画され、全米の後ヨーロッパから日本にまで来ることが決定されていたが、ツアー中にメンバー間の確執が表面化し、途中で打ち切られた。なお、このツアーでザッパが大々的に行った 選挙登録キャンペーンは、後に多くのアーティストが模倣、導入することとなった。1990年、ザッパは死因となった前立腺癌と診断された。ザッパの癌は10年ほど前から進行しており、発見された時点ではほぼ手遅れの状態であった。1991年、ザッパは1988年ツアーを収録した、アルバム群の最後を飾る。 メイクアジャズノイズを発表。翌年には、You Can't Do That On Stage Anymore シリーズ最終作である、ボリューム6と、さらには、マザー好きのライブドキュメンタリーアルバムである、プレイグラウンドサイコティックス、アヘッドオブゼアタイムの2作をリリースした。フランクザッパ最晩年の活動である、アンサンブルモデルンとの共演はことに重要である。 ルソーやブーレイズとの共演でも決して満足しなかったザッパは自分の音楽に情熱的に取り組むアンサンブルモデルンの姿勢に痛く感銘を受け自らに残された寿命を十分に認識しつつ全勢力をこのプロジェクトに傾けた1992年9月のライブ録音はイエローシャークとして結実するが同時にザッパの遺作となったなお主に リハーサルテイクを収録した Every グ・ i n g is Healing n i e が後の1999年リリースされた。1993年12月4日、前立腺顔のため52歳で死去。フランクザッパの没後、未亡人のゲールザッパは、夫が生前に手掛けた作品を世に公式に送り出し始め、まず死の翌年末に生前最後に手掛けたとされるオリジナルアルバム、 シビライゼーションフェイズ3を発表する。1995年にフランクはロックの殿堂入りを果たし、式にはマナ娘ムーンユニットザッパ、ルーリードが出席。プレゼンターを務めたリードは、ベルベットアンダーグラウンドとザッパの音楽を対比させて、ザッパを音楽的に高く評価し、その功績を称えるスピーチをした。1996年にはザッパが10代の頃から、 マザーズのレコードデビュー前後までのテイクをメインに生鮮したザ・ロストエピソード、そして生前ついに未発表のまま終わったレザーが CD3 枚組の完全版、かつラジオでの全曲発信の時の雑把の声明までも収めた体裁で発表され、幻の超大作の全容がほぼ20年にわたる時を超えてついにファンの前に明らかになった。以降も、 雑貨一家の全面監修で未発表音源がリリースされ続けており、現在ではその作品数は100枚を超えている。ロックミュージック、ポピュラー音楽の表現し得る領域の拡大に関して功績があり、前衛ロック、現代音楽、ミュージックコンクレート、ジャズロック、クロスオーバー、構築的な電子音楽、などのジャンルのポピュラー音楽的本案に宣伝をつけ、 グラミー賞受賞という評価も受けた。なおかつ R&B、ドゥアップ、ブルース、サイケデリックロック、ハードロック、プログレッシブロック、ブルースロック、フリージャズ、パンクロック、ニューウェーブ、レゲエ、ディスコなどの音楽を取り入れた多様性を確保した作風を示しており、自作曲の再演や、リアレンジゼニクロニーと自称するところの編集作業、フレーズやオスティナートの再登場や、 自己引用などによる重複も多いものの、生涯にわたって非常に旺盛な創作を続けた。その活動の活発さゆえ未発表テイクやライブ音源も膨大に残されており、現在もザッパの遺族によって年に数作ほど新作が発表されるほどである。その音楽性のルーツは現代音楽とブラックミュージックである。彼がエドガー・バレーズの作品集を初めて購入し、 舐めるように聞いていたのは14歳の頃であり、同時期にイゴールストラビンスキーやアントン・ウェーベルンのレコードもよく聴いていた。それらと並行して膨大な量の R&B のレコードを聴き、砂取っていたことを自伝で記している。そのためキャリアの始めはバレーズのパーカッシブな楽曲を受けたかドラムスであり、マザーズの前身はソウルバンドであった。 しかし活動を続けていくうちにそうしたジャンルを超え、多彩な要素を盛り込んだ音楽を創造していくことになる。楽曲面においては変描詞、連符、ポリリズムなどを駆使し必要に変化する複雑なリズム、転調、異調の多様と独特のハーモニー、多彩なボーカルと分厚いコーラス、長尺のギターソロに代表される、豊かな即興、大胆な他作品の引用などが特徴であるが、 それらをあくまでポピュラーミュージックの拉致内で構成する姿勢が雑パの持ち味である。初期の R&B に立脚した音楽性をオリジナルマザーズ解散機に生産してからはフローエディに始まる複数のボーカリストの起用もメインとなり、ジャズロック機以降には2、3人はザラなリズムギターやキーボード、時にブラスセクションを加えたオージ体のアンサンブルが目立つようになる。なお、 時代によって音楽性が異なるザッパであるが過去のレパートリーを渦漏れさせることもなく88年のラストツアーにおいてもオリジナルマザーズのレパートリーを演奏したりもしていたその際には事前の綿密なリハーサルによって複数パターンのアレンジを練り直しザッパの出す指示によってどのパターンも瞬時に演奏できるようメンバーにその要定を徹底的に叩き込んだと言われる 歌詞においては、非常に辛辣かつユニークなユーモアによって、政治批判、社会風刺、現代風俗、性風俗などが主な題材として扱われる。また、言葉遊びによる造語や異国語の混入、スラングやメタファーの多用された独特の言い回しも多い。実在のバンドミュージシャンに茶歌詞のために言及したり、ツアーによっては、時事的な話題を盛り込んで歌詞を解釈することも、 ままあった。ザッパは世紀の音楽教育を受けたことはないが、独学でかなりの研鑽を積んだとみられる。ブーレイズのルマルトウ3メートルの本人式によるレコードをスコアを見ながら聴いて演奏の不正確さに気づき、後にそれを本人に指摘したというエピソードから相当な独不力を持っていたことがわかる。ただし、セリーやトーンクラスターといった 現代音楽の代表的な手法をザッパが使うことは多くはなく、自らの作曲に関してことさらに理論的な裏付けを示すようなことも行わなかった。現代音楽でもミニマルミュージックに対しては明確な嫌悪感を示している。こうした事実も含めて、ザッパの作曲法は多分に手癖なども含めた経験主義的なものであると見られ、そのためか現代音楽界において、 ザッパの名前が取り沙汰されることは、ほとんどない。ビートザブーツビートザブーツ、2ービートザブーツ3の名前組、アマゾン、イツネストア、ナップスターのダウンロード販売のみ2月1日、東京アサクサ国際劇場2月3日、大阪厚生年金会館2月4日、京都形態西部行動2月5日、東京日本青年館。ありがとうございます。